日。はい、どうも。このまま行くのなしなんですかね。一回切らなあかんねんですかね。もうなんかつけてない。これまだシュバシュバって言ってないでしょ。言ってない。これ一回切らないといけないの。CM あるから。ああ、じゃあ切ろう、シュワシュワ。はい。いや、息しちゃうっすよ、こっちは。本当に、うん、出た緑を透けるやつ。何穴開いてんの、このグラス。グラス穴開いてるよ。ねえ、グラスに穴開いてるよ。いちゃもんのつき方よ。ねえ、確かに。セーファルね。ゆくまだか。最近ね、シュガシュガつまんねんじゃねえかと。誰かな、そんなこと言うの。誰かな。結構言われた。俺4人ぐらいから言われた。喋ってばっかりで、企画せえへんと、企画も何もやらへんと、喋りもそんな力入ってへんし、やる気ないんじゃないかと、ヒロはいつも寝てるよと。寝てないよ、喋ってるやんっていうね、声を聞いたんで、今日は企画をやろうと思います。その前に、今日の、ね、スーパー G を、はい、いや、雑呼び方雑。雑だよ、めっちゃ雑。何じゃあ、だってもう大御所並みにね、スペシャルな感じで、スペシャルゲストでーすみたいな。じゃあそれぐらいの働きをしてくれならいいよ、もう一回やります。やめそれぐらいの、分かった、今のでいいよ。期待感を持たしてでもちゃんとできるんだったらそれぐらい。分かった、今のでいこう。今ので OK。 もう一回やり直す。いや、やり直さないで大丈夫。だって俺らのより上の大物ってもう代表店長が怖いから、そこやったらあスペシャルゲストってなるけど、まああとはもうこんな感じよ。じゃあ結構だよ。今まで見てきた中でだから、まあまあ一番あるから。いや、いい、もうやめよ。はい、始めよ、やろう。はい、じゃあね、今日まあゆうきちゃんにね、はい、どうも来てもらったところで、今日の企画なんですけど、食べ合わせ。お、食べ合わせ。例えば何々と何々を合わせて食べたら、こう違う何かの味になる。あっていうのを実験、ほんまになるのかを試してみようっていう、気になる、気になるコーナーです。で、気になりますね。これ問題方式なんで、何の味になるかみたいな。そう、それは答えてください。じゃあ一発目出してください。はい、じゃあとりあえず乾杯で。はい、はい、バラアイス。バラアイスって何だよ。それは、それはただナイトチューブ側の間違いね。バラアイスって何？早く！アイスとそういう足したら何？笑ってる場合じゃねえから。バラアイス、ごめんじゃない。あー、さあ来ました、バニラアイス。バニラアイス、バニラアイス。で、今日はお箸しかないんで、はい、まずスーパーカップ、もうほぼ溶けてます。え、バニラアイスと醤油足したら何なんですか？だからそれも、あ、何か、そう、当てる話。あー、なるほど。俺らか。そう。あ、なるほど、なるほど。答え知ってんすか？ちなみに俺は知ってる。あー、なるほど。じゃあ、何も面白くない。いや、でも、面白い。まあ、確かに本当になるかな、みたいな。いや、そんな誰が知ったかな、もう無理や。バラ、俺が買ってきてんねん。確かに。バラアイス、俺が昨日ね、一人でスーパー行ってね、そのサイトを見ながら買ってきたんだよ。あ、何々と何々を足したら何になるかみたいな。もう入れるね。もう、分量とか決まってないですか？決まってない。適当に、適当。はい、これはでも、俺が見た中では、まあ何だと、醤油、妥当なやつね。何なんだろう。
ゆきちゃん、箸の使い方大丈夫？声で。ほら。ゆきちゃん、箸の使い方やばいから、はい。やばくないよ、ほら。醤油も買ってきたんでね。だって豆つまめないでしょ。つまめるよ。ほんとに、うん、こんな、こんな飯行ったらスタッフ無能かよ。そんなやつないわ。こんな飯行ったら頭湧いてるって、ね。これやべえやろ。こうやって、この間。それはない。つまめるよ。え、これ、ま、混ぜる、混ぜる感じ。いや、まあそのまま全然いいっすか。以上。じゃあまず、バニラと醤油いただきます。いただきます。わかんない。ちょっと待って、マジでただのバニラと醤油、うまっ。あ、わかった。え、待って待って待って、言わないで。俺すぐわかった。言わないで。わかった、わかった。わかった。でもこれ、でもこれすごい、うまくない？いや、ていうか俺、うん、あー、それよりうまい。え、その、多分それだと思うけど、それよりうまい。あ、わかったわかった、はいはい、一緒に言う。はい、じゃあ、二人一斉に言って、せーの、プリン。え、はい、キャラメル、プリン違うの？え、違う、もうそっち系。え、俺もそう、プリンの下のとこってこと、要はキャラメルじゃないの？でも言われたらなんか両方、キャラメル両方、あ、そっちの方が近いなと思う。俺が、これ、キャラメルの味しません？する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 っしょ。しかもキャラメルよりうまいもん、味濃いから。なんかわかるけど、本当違うの？本当はみたらし団子です。バカじゃない、全然味しねえわ。そのサイトが間違ってるっすわ。え、キャラメルの方が、うわ、確かに言われたらわかる。え、でしょ？うん、え、ちょ、やってみて、これみんなキャラメルの味するから、本当に。そう、プリンの下ね。じゃあプリンの下の味もする。みたらしのカラメル、カラメル、みたらし、キャラメルかカラメル。え、みたらしか、これ。もう一回食ってみよう。何だろうかな、うん、あー、でも醤油が多かったらみたらしかもしれないですね。いや、キャラメルだろこれ。あ、バニラ多いと、いや、キャラメルだ。キャラメルでしょ、うん、キャラメルだ。キャラメルが一番近くない？絶対。あ、混ぜたらみたらし。え、みたらし。え、ほんま？ほんとかよ。うん、全然混ぜない。あ、みたらし、みたらし、みたらしだわ。醤油、白い醤油。いや、あ、みたらしだ。いや、でも結論、美味しい。あ、うん、まあ美味しいですね。正直美味しい。醤油が強いね。確かに美味しい、美味しい。じゃあ次、次行きましょう。次は、はい、チトマト来ました。ハチミツ、はい、昨日買いました。フルーツミニトマト。これでもね、何にも連想されない。え、これにはハチミツですか？そう、あ、皿はあれね、使い回しね。うん、もう知らないやろ。で、なんだろう、これ一回でちゃんと確認せなあかんな、味。あ、いいよ、トマトもハチミツもいっぱいあるから。そんないらんすわ。これ何になんだろう。うわ、まずそう。くそ、まずそう。じゃあちょっといただきますね。まずそう。やばいやばいやばい。見たらしついちゃう。どんぐらいっていうか俺も分からんから、足らんかったよ。全然分かんない。ハチミツの味しかしない。え、逆にトマトなんだけど、多分ハチミツ多めの方がいいから。トマトっすもんね。うん、これハチミツの味しかせん、うん、あー、バニショー、バニショーついた、バニショー、ちょっと待って、バニショーついた、バニショー。だからハチミツ、あれ、どこ行った、ハチミツ。ハチミツ多めの方がいいかもしれない。あ、もうほんま、もっとゴリ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 っすか。うん、もう蜂蜜使い切るぐらい。それも蜂蜜じゃん、だってもういいじゃん。ゴリゴリっすか。糖尿病になったらどうしてくれんの。健康にいいから、蜂蜜。くぅ、何になるか、みんな答えて。逆に、何になると思う。確かに予想してよ。え、すまん、全然わかんないです。マジで。蜂
チミツの味しかせん。うん、これあれやわ。待って、トマト、普通のトマト。正解言っていい？うん。え、マジでわかんない。え、何にも思い浮かばない。むしろ正解はいちご。え、なりません。全然なりません。全然ならん。全然なりません。ただのトマト。全く。ただの蜂蜜。確かに。いや、え、トマトじゃない？トマト強くないっすか？全然、うん、これはなりません。なんなん、これは。しかもでも食えないことはないよね。まあ、美味しい。蜂蜜がね、うん、甘いからね。意外にいける。別に合う、合うよってだけ。ただなんか胸焼きすんだ。うん、唇が甘いもんね。次行ってみよう。じゃあ、蜂蜜需要あるな。キュウリ。え、結構雑っすね、キュウリの。キュウリ皿もう終わったし。もうこれ、あ、ここが蜂蜜だから。ちぎるね、俺が手で。あ、キュウリ、蜂蜜っすか。ウサギかよ、俺ら。え、はい、結構雑っすね。何じゃあ、包丁とかも買ってこいって言ってんのか。自腹だぞ。ケーキ出してくれ。結構つけた方がいいよ。いいですか。うん、くそまずそう。これはもうすぐ分かった。え、分かった？うん、あ、分かる分かる。そんな分かるの？うん、いや、もうなんか分かる分かる。匂いで分かったの。うわ、だいぶ上。あ、まずっ。分かるか。まずいけど。まずいけど分かった。ティッシュがねえ。まずいけど分かった。もう書いてるのね。書いてある。うんうん、正解。正解。正解は？スイカ。スイカ。ブー。え？違います。え、なんすか？逆に。もうそのなんか見たサイトおかしいんじゃん、これ逆に。え、正解いいっすか？いや、ダメだよ。分かんなかったらもう一回今。いや、いや、これもうクソまずい。美味しくないもん。いや、わかるまで食えよ、それ。え、待って、スイカ以外思いつかない。違う。あるっす、あるっす、大丈夫っす。え、待って、かけてんの気持ち悪い。いや、しかもなんかめっちゃベトつくんだけど。いや、蜂蜜、蜂蜜やからな。最悪。待って、クソまずい。スイカではないです。え、それ以外思い浮かばないですか。ちょっともう一回食べて。スイカしよ。ちょっと言えって。だからもう一回食べて。じゃあ何。スイカはもうちょっとこう爽やかでしょ。匂いも嗅いで。だ、匂いがもうスイカだもん。匂いも、ああ、もうあれだわ。カブキムシ。まんざ。あ、メロンね。はいはいはい、メロン。うん、正解。でもメロンよりスイカじゃない？うん、スイカ。メロンです。いや、スイカ。俺答え知ってるけど、トマトもキュウリも全然違う。知ってたらなんかそれになんか近づけようみたいになるじゃん、うん、でもやっぱ違うね。てか、まずい。じゃあ、あの、次楽しみにしてください。どうぞ。先輩！なんだ？友達がホストになりたくてお店探してるんですよ。なんだと？どうしても一緒に働きたくて。今なら退入最大1万円ですよ。マジっすか？すぐ連れてこい。すぐに呼びます。お前らやっぱりロミジンでな。なんか結構みんなしんどいらしいんだよ。次、はい、来ました。うまそう。
大御所。これは大御所っすね。もうさ、こんなん一発で皿終わるやつやん、こんなん。でも、まずいいんだよ、もう塩辛もね、ちゃんといいやつ買ってきたから。イカの塩辛とヨーグルト。イカの塩辛食べながらビール飲みたい。普通に。そうだね。一個だけ食おう。とりあえず。なうまっで、うまっ一回飲もう、それで。一回。一回撮ってね。また、こんな塩辛がうまいもんな。うまっ何杯でも飲めるわ。酒嫌いけど、酒うめえな。うん塩辛うまっ。じゃあ次行きますか。なんでと明治ブルガリアヨーグルト。はい、行きましょう。今のポイントは、とが強めのやつね。とー言うてこれ、うん、ちゃんとみんなのね、あのカロリー気にして。塩辛ってなんか噛んでても残らない、うん、これ嫌、うん、味だけ好き、うん、なんか繊維みたいな、なんか悪い、まあ、イカだからね、うん、もうちょっとテンション上げてくんない。ええ、いや、さっきのキュウリハチミツがね、なかなかまずかった。しかも2個、それに限って2個食わせるっすから。なかなか、え、これ混ぜ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 で、これもクソまずそう。でも俺らまだ1個も当たってないんですよ、ちなみに。確かに、なんか、しかも俺、これの答え忘れた。はい、いただきます。あ、分かった。なんかさ、はい、キャビアとか、ね、ないないわ言える方々羨ましい。キャビアなんか人生生きてて食ったことないもん。キャビアの味分からん。キャビアの味分からん。じゃあ俺がキャビアだったら俺はいらない、うん、一瞬なんかごっつ高級なやつもらっても俺はいらない。だって僕世界三大珍味みたいなの食ったことないですもん。なんでフォアグラだけあろう。フォアグラもない。フォアグラキャビア何やと思う。フカヒレ。うん、あ、フカヒレもあるわ。フカヒレない。何にも食べたことない。え、フカヒレなの。ない。三大珍味。うんうん、ない。え、ツバメの巣とかは。ない。まあ、そういう類のやつない。そのなんかちょっと答え言って。有名みたいな。え、塩辛ちょっと、ちょっとヨーグルト味の塩辛。ちょっと、え、マジわかんないやつは。レモン、レモン、レモン。正解はナタデココキャビアです。うん、知っとるやん、みんな。だってめっちゃキャビア、キャビア言う。キャビア、え、でもさ、わかんない。いや、ほんまこれキャビアだっていらないね。うん、絶対おいしくない。でもこれでつぶつぶっていうのは。トリュフも食べたことない、ちなみに。気持ち悪い、ちょっと。知らないうちに食ってるかもしれないけど、トリュフに関しては。あー、たまにあるもんね、コンビニとかで。勝手に乗ってるじゃん、だって。はい、次。なんかあるある。来ました。あ、なんか、あ、でもこれは美味しそう。でも海苔醤油がまずうまいじゃん。うん、だからみかんで絶対合うと思うんだよね。まずそれ何、明太マヨみたいな。うわー、絶対合うんだよね。絶対合う。出る出る、やばい、出る。はい、おい、みかん。あー、こ、海苔もね、なんかちっちゃいのないんだよ、でかいのしか。やべ、でかく取りすぎたわ。これを海苔だけで酒飲みたいの。はい、あの、みかん1個取って巻いて、巻いて醤油かけるの。うん、だから寿司的な感じで。え、俺らいつからお笑い芸人になったんですか。芸人が、お笑い芸人だね、俺ら。え、だってなんかお笑い芸人。いや、そんなん言ってもさ、トークも喋ることないやん、もう。え、これ寿司だと思って。ダメだよ、まずダメ。気になる。醤油つけんすよね。醤油どこ行った。ちょっとこの辺から上にちょっとたっぷりめに。じゃあ海苔、ちょっと、そっちを表にして。じゃあ行ってきます。行きます。
まあ、分からなくはないよ、多分なんか今までで一番、あっと思った近いけど、マジっすか、うん、俺マジ分かんないけど、でもノリのおかげで助かってると思う、これ。まあね、ノリなかったら難しいと思うけど、でも後味、あと醤、あとみかんをちゃんと醤油に全部つけた方が、ああそうやな、あのよりそう感じれると思うけど、いやでもこれ海苔のおかげで結構助かってる。全然わかんないですけど。え、マジ、え、俺言っていいですか。え、うん、ウニでしょ。え、え、え、違うの。え、一回待って。え、違う、俺ちゃんと、ちゃんとやりたいです。めっちゃウニ、ウニかイクラかどっちかよ。でもその類絶対、だってもう海苔、海苔で助かってるなって思ったから、ウニか イクラ。なんか体調悪いわ。え、ウニかイクラじゃないですか。あ、それどっちか。あ、やっぱ、ね、じゃあイクラだ。でも食えなくはないね。なんか海苔でほんと助かってるなと思う。海苔とみかんっていけるんだね、うん、いや醤油なんかない、無理だと思うけど醤油が甘さをあれ軽減してくれるから、うん、まあ、正解はみかんをあの醤油漬けにした方が、の一択だったらイクラ、うん、イクラ正解。うん、全然分かんなかった。難しい。でもなんか俺結構そのこれはこれっていう風に食べたいの。例えばあの酢豚に入ってるパイナップルダメとか、うん、あ、サラダに入ってるコーンがダメとか。確かに、うん、なんかドレッシング和風やのにコーン甘さみたいな嫌だし、その口の中で喧嘩しちゃう。ケーキでも甘いショートケーキなのにみかん入ってるとか、うん、酸っぱいの入れてくんねんみたいないうのがあんねんけど、結構いける、うん、まあみかんに醤油ってみたいなのあったけど、食べたら食べたでいける、うん、まあ食えなくはないですね。まあそう、ポテトサラダのリンゴとかね。ああ、嫌だね、確かに。はい、次。まだあるんだ。はい、これはあれだ、ラストですよ。間違えた、大御所来た。あれでしょ、これはもう定番のやつでしょ。定番のやつ、みんなが知ってる、みんなが大好き、大御所。いや、でもこれ来ました、大御所。やったことないけど、どうなんすか、ね、全然なんない。だって、つぶつぶないもん。つぶつぶあんのいくらでしょ。食えや、お前ら塩から全部。いや、ちょ、プリンはもうプリンだけで美味しいよ。え、それ、カラメル入れていいんすか。ちょ、ダメな気がするんですよ、ね、うまっ。いや、俺もう入ってるもん。プリンうめぇ。はい、醤油、醤油。あ、ごめんなさい、俺もうついてる。結構多めにかけたらいいかな。はい、できます。いただきまーす。まあこれはみんなが知ってるやつだからね。あの最初食ったのなんだっけ。最初食ったのなんだっけ。なんだっけ、男子団子と一緒、うん、分かる、味一緒。何え、何と何でやったっけ。アイスと、あ、そう、バニラアイスと醤油一緒、味、あの食感違うだけ。確かに全然ウニならへん、うん、みたらし団子やな。醤油強いわ。何やろ、なりません。いや、ほぼならない。結論、5、6個やって1個しか当たってないってことだね、うん、結局なりませんでした、うん、でも、意外に食えた。まあ多分一生食うことないですけど、この感じで。でも俺アイスに醤油はちょっとあり。ああ、いろんなアイス、バニラアイスで食べてみたい。まあかけることないですけどね、俺は。まあこれでも食べれるっすね。結構選んだんで俺。何で調べたの、サイトっすか。うん、
じゃ飲み物にもあったんだよ。あの他番外編教えるね。はい。いちごとマヨネーズで大トロ。いや絶対ない。大トロと中トロの味がまず分かんのかっちゅう話やね。梅干しとマヨネーズでホットドッグ。それはマジでない。それは絶対ない。分からん。牛乳と麦茶と砂糖でコーヒー牛乳。まあそれはちょっとありそうな気もするけど。色だけちゃうでも。確かに。カルピスウーロン茶でオレンジジュース。あーまあわ、うん、ヤクルトと牛乳でカルピス。ってことはヤクルトと牛乳とウーロン茶でオレンジジュースってことね。でもあのプロの料理人とかってその出てきたご飯を食べたら何の調味料使ってるかとかって8割ぐらい当てれるんだって。うん、だそういう人たちに壊した方が俺はいいと思う。あいやそのあとアホ多分口アホなやつだからこれが分かんないよな。もう多分これ書いてるやつは口がアホってことだ。そう、これ書いてるやつ全然分かんなかった。舌超えてんねん。いいもん食ってるから。よかった分かんないで。でもこれあれやで、カルピスと麦茶でヤクルトやで。もカルピスとウーロン茶でオレンジジュースでしょ、うんうん、でヤクルトと牛乳でカルピスや、うん、ヤクルトと牛乳でカルピスやのにカルピスと麦茶でヤクルトや。おかしい。なんか頭バグってきた。でもおかしい。ウーロン茶と炭酸でビール。あ、まあそれ分かんないかな。ウーロン茶と炭酸水って言うんですか。うん、あ、それは なんとなく分かるしさ。ヨーグルトと豆腐でレアチーズケーキ。ちょっと分かるって分かる。味噌汁と牛乳でキャビア。舌がなんかもうね。味噌汁と牛乳でキャビアなんですか。なんかいっぺんにいろんな味をあれしすぎて舌がなんか、うん、もう今日飯食われへん。ダメだもん気持ち悪い。じゃあこれ片す、これ片すのかわいそうやな。ナイト十分また来週違う企画をね考え、はい、考えのめんどくせー考えます。面白いことねできるように頑張るんで皆さんまた見て。これでも良かったですね結構。コメントしてください、うん、また食べ合わせなんかあったら教えてください。ぜひ、ね、やってみるんで。味噌汁入れて。なんでまた来週も、見てください。締め日お待ちしてます。はいはい30日ありがとうございました。バイバーイ。また来週。はい。